梅雨時だけでなく、花粉や排気ガス、さらには防犯対策などで洗濯物の室内干しのニーズが高まっています。また冬の寒い浴室での入浴は急な体温変化をもたらし、特に高齢の方には良くないことから、入浴前に浴室を温めておくと良いと言われています。このようなニーズに応える浴室換気乾燥機への注目度が大きく高まっています。しかし、便利なはずの浴室換気乾燥機をお使いの方々にも、乾燥時間が長い、冬場温まりにくい、電気代が心配、一度にたくさん乾燥できないといった悩みがありました。このようなお客様の悩みにお答えするため、パナソニックがたどり着いた答え、それがヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナーです。エアコンなどに使われるヒートポンプの機能を浴室天井部に設置できるサイズに小型一体化しました。業界初のこのヒートポンプ式を採用したことにより、衣類のスピード乾燥、予備暖房の時間短縮、電気代の削減、また一度にたくさんの衣類乾燥を実現しました。ヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナーには4つの機能があります。再熱除湿を行うことにより、換気せずに浴室空間内の湿度を低減することを可能にした効率的な除湿乾燥、電気ヒーター式の約 2.5 倍というエネルギー効率の良いヒートポンプシステムを採用した予備暖房、涼風運転や換気運転もお任せください。衣類6kg の乾燥能力を従来の電気ヒーター式と比較してみたところ、乾燥時間では約 50%、 電気料金では約 70% も削減されました。予備暖房では暖房能力が 1.4 倍向上し、電気料金は約 60% 削減しました。24時間換気によって屋外へ排気される空気からヒートポンプで熱を回収し、浴室の予備暖房に使用しています。業界初のヒートポンプ式で除湿乾燥も予備暖房も省エネナンバーワン、電気代は年間約36,500円もお得です。パナソニックヒートポンプ式サニタリー&バスコンディショナーがさらに快適なエコライフを実現します。